さあ続いてかやさんテーマの発表お願いします。はい、ちょっと若者関連ですね。国際的な視野って何？15歳で起業した女子高生起業家として一躍有名になった椎木里佳さんのツイートが話題となっています。椎木さんは今年5月にフォーブスアジアが選定する30歳以下の世界が注目すべき30人のメディア・マーケティング&アドバタイジング部門で選ばれ、シンガポールで行われたサミットに参加しました。椎木さんはそこで次のようにツイートしています。サミットに参加して思い知らされたこと、日本はもはやアジアのトップからは滑落している状況でした。経済では中国に負けてるけどクールジャパンだし、他のテーマでは勝ってるでしょって考えている日本人は正直多い、ただもはやそんな幻想を抱いてるのは日本人だけだと感じた、など綴り、ネット上ではこの発言に対して賛否が巻き起こっています。まあ、いかにもネット上で炎上しやすい。でも椎木さんね、しっかりしててこうやって自分の意見をバシッと言えるっていいことじゃないですか。そうなんですよ、ね、うん、あれ椎木さんもうこの番組にも今度ね出てくれるかもねっていうのをチラッと聞いて、言っちゃってよかったのかなって今思ったんです。あ、自分の場所がちょっと脅かされて一回り違いちょっととりあえず答えていこうかなみたいな。僕は別の番組でハイタッチしようとしたら結構ねうってなりますね。じゃあ今度ハイタッチお願いしてうってなりました、はい、今回椎木さんのあれこれっていうのではなくて、これを機にちょっと若者の意識について考えてみようかなと思ったんですけれども、興味深い。あの椎木さんと同世代の19歳ぐらいの若者を対象にした内閣府の調査っていうのがありまして、これ各国と比べてるんですね、はい、こちらちょっとあのグラフがあるんですが、自分の国の誇れるものは何ですか、はい、13歳から19歳ということは本当の若者世代というかですね、ね、まだ社会に出てない人も多いんですけど、はい、これは内閣府が7カ国ですね。赤が日本、はい、韓国、イギリス、黄色は韓国、はい、次がイギリスと、アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデンの若者に聞いたんですけれども、結構日本の若者が高いのって治安の良さがダントツで、まあ、誇れると言ってる割合が高いんですよね、はい、次が、まあ、あの歴史とか文化カルチャーの割合が高いんですよ、で、あの椎木さんのツイートでも、文化とかその日本カルチャーを誇れるって思ってる人多いけど、いや取り残されちゃうよそれだけじゃん、うんうん、でいうのが多分ドキッとした若者多いと思うんですよね。確かにね、うん、まあ、あのジャパンパッシングなんていう言葉もありましたけれども、でもクールジャパンっていう言葉も政府があの外務省がねもうあの押し出してるぐらいなので、あ、じゃあまだ日本大丈夫じゃないかって思ってる人が、まあ、若者に限らずたくさんいるとは思うんですよ、はいはい、確かにスローガン先行しましたからね、浮世絵が受けてるとかいろいろいい情報は入ってきたりするので、ただですね、そのもう一つこちらも調査もあってですね、同じ調査の中で、はい、若者に国際的視野を身につけていると思いますかっていうふうに聞くと、日本が7カ国の中で一番低い割合だったんですね。身につけていない。自分たちでそういうふうに思うってことですよね。そうですね。自分たちがグローバルな視野を身につけていないっていう若者の割合が、日本がいわゆる7カ国、だいたい先進国ですかね、の中で一番低くて、ダントツで低かったんですよね、はい、まあ、韓国なんかもちょっと低いんですけれども、すごいギャップがありますよね。あの日本のあの文化や芸術などローカルなことは知ってるけれども、国際的な視野があるかって言われると自信がないっていうところで、あのああいった若者の代表として見なされがちなこう起業家の方が、ズバリそのことを言い当てちゃったっていうかですね、それで賛否が非常に巻き起こって、上の世代がまた反論して、それにまた椎木さんが反論するとかですね、結構議論になりやすいテーマっていうのはこういうちょっと痛いところ疲れちゃったなっていうところがあると思うんですよ、別にね、これでダメだっていう話じゃなくて、椎木さんとしてはこういう現状を知って、ね、もっともっとみんな活躍しなきゃダメだよねっていう非常にこう前向きな発言だったわけでしょ。まあ、正論ですよね、単なるね、なんですけれども、反発も少なからずあったっていうのはやっぱりどっかでこうぐさっと来た人が多い、でなんでかなっていうのは本当だからでしょと思うんですよね。いや、だから結局若者のね18歳選挙権と一緒で、今やっぱ大学生とか話すとすごいちゃんとした考え方を持ってる人は知ってるんですよ、だからそういう子も多いんだけども、でも18歳でお前ら考えてないんだろうっていうふうに、レッテル貼りされちゃう、本当にあの大人であることだけがしか誇れるようなことがないようなやつが叩くんですよ。若いっていうだけで、ね、若さは全体で女性でしょってだけで戦いでしょ、若さとか女性を一括りに言うところへんがね、そうなんですよ、よくないですよね、まとまりで言うっていうか、いやだから私あれですよ、あの奪ってるみたいなのやめてください、ね、それ若
若さとか女性とかでそういうまとまりでは見られがちな彼女みたいなたちもちょっとね私記事にしたことがあって、まあ、彼女についていろいろアンチも言いますみたいなことも彼女はすごく受け止めてるので、まあ、そういう分析をしたことがあって、いやなるほどなと思って見てて今回のことだったので、はい、ちょっと皆さんの意識調査の結果見ていきましょうか。世界に誇れるものは何ですか、せーのドン。あんまりこの質問僕ねいつもねちょっとね心がざわつくんです。その日本がいかに何がすごいかみたいなことを言うっていうの、大前提になってるってことですね。そう、治安の良さやっぱり、ね、873、うん、まあ、やっぱり同じですね。まあでもよく言われますよね、治安の良さっていうのだと、うん、要するに財布を落としてもそのまま持って、ね、そうですね、これはやっぱ他の日本国にはないようなで、スタバとかでパソコン置いたままトイレ行っても戻ってきてもちゃんとありますから ね、 やっぱり自販機の、ね、多さが一番っていうのもそのところですもんね、はいはい、ありがとうございました。さあ皆さんの意識調査の結果こちらです、はい、日本が世界に誇れるものは何ですか、治安の良さ、ね、3368票、歴史文化720票ということですね。